プロ野球千葉ロッテマリーンズなどで活躍した宇和島東高校出身のキャッチャー。橋本佑選手三十五歳の愛媛マンダリンパイレーツへの入団会見が。二十八日、松山市東四六丁目の球団事務所で行われました。まあ、僕自身ずっと考えて悩んで。うん、やっぱり N. P. P. に復帰したかったので、そっちはやっぱ優先させてくださいということを。 で話を続けて、まあ、結果そういう道がなくなったのでこういう愛媛球団さんに、えー、プレーをする場を与えてもらいました本当不安なのでどこまで自,自分自身できるかっていうのが今のところちょっと未知数ではあるのでその講師と相談しながらもちろんやらなきゃいけないと思いますし。 本当もいろんなことはプレーグで経験したので下積みも経験しましたし栄光も挫折も怪我も全部ほとんどこれ以上経験できないぐらいのことはやったのでそういう今まで経験してきたことを伝えられればなと思っていますし息子2人が十がいいって言ったのそう家族で聞きました球団によりますと NPB を経験した県出身選手が愛媛マンダリンパイレーツに入団するのは初めてということです。橋本選手は 現在宇和島市で合宿中のチームと3月1日に合流する予定です。